マイク・パットンはアメリカ合衆国カリフォルニア州出身の歌手、ボーカリスト、ミュージシャン、作詞家、作曲家。1988年から1998年まで活動したロックバンドフェイスノー、モアのリードシンガーとして最もよく知られている。1999年にインディペンデントレーベル、一匹クレコーディングス、日本での配給は デーメアレコーディングスデメルレコーディングスを設立し、レーベルオーナーとして活動。自らのバンドやプロジェクトに加え、ジャズサックス奏者、ジョンゾーンや、ハンサムボーイーモデリングスクールの男女オートメーター、ザ・ディリンジャーエスケーププランなど、様々なミュージシャンとのコラボレーション、ゲスト参加、映画のサウンドトラック制作、ゲームキャラクターの吹き替えなど、媒体、ジャンルを問わず幅広く活動している。また、 レッドホットチリペッパーズのメンバーとは、あまり関係が良くないことでも知られる。フランクシナトラ風の伸びやかな歌唱から、ファルセット、デスボイス、ラップ、ボイスパーカッション、叫び声、スキャット等、様々なスタイルを使い分ける。フェイスノーモア1982年から1998年、2009年、ミスターバングル1985年から2000年、2019年、 ファントマス1998年、トマホーク2000年、ラベージ2001年、ピーピングトム2006年、モンドカーネ2007年、クルード2008年。ありがとうございます。